はい、本日はですね、どのノースエースのダウンジャケットがいいのというお話をしていこうと思います。僕よく動画でですね、ヌップシのダウンジャケットいいよって言ってみたりだとか、あとなんかバルトロをね、勝手に10万もかけてカスタムしてみたりだとか、それ以外にあったらですね、一番最初にマウンテンダウン買ってこれ最強っすねって言ってみたりだとかしてですね、見てる視聴者の方からしたら、いや結局どれがええねんと、どれ橋買ったええねんっていうのって、ね、悩みはるかなと思いましたんでね、今回はちょっとね、これそれぞれを見ていきましょうと。で、特にこの3つってね、人気のダウンジャケットで他にもありますよ。他にも人気のダウンジャケットあるんやけども、ちょっと他はね、重たいとかね、ちょっとまあ2番手かなみたいな感じなんですけど、この3つはね、とにかく人気でしょ。もうサザエさんで言ったら、サザエさんでカツオ、ワカメちゃん、まあこの順番なんですよね。サザエさんの方はですね、これヌプシジャケットって言って、もう昔からある一番のお姉ちゃん的存在というか、一番年上なんですわ。で、その次に出てきたのが、そう、カツオなんですよね。バルトロが2012年か13年ぐらいに出てきたから、あ、そうなんですねって。ヌプシのまあ20年後ぐらいに出てきたんかな。だからまあ年の差ですねなんて言ってるんですけど、一応ここ兄弟ですわ、いう話になって、その次にマウンテンダウンジャケット、これは2017年ぐらいから出たんですよ。だから先のバルトロのね、このカツオくんよりも、まあ、ワカメちゃんの方がちょっと年下ですよねなんていうことで、この下3兄弟になってるわけなんですね。で、実はそれぞれやっぱいいとこもあれば悪いとこもあったりするんですよ。で、特にこういう方に向いてるけど、こういう方に向いてないとかっていうのもあったりするし、なんてサイズもね、実はこれ全部違うんですよね。で、同じブランドやのにサイズをね、こう変えやんとあかんっていうところも、まあちょっと面白いところであったりすると思うんですけども、手前からね、ヌプシの方が XL やったりとか、バルトロ L サイズで、マウンテンダウンは M サイズやったりとかっていうことで、同じ178センチのこうボクチンが着るってなっても全然違うっていうところがね、まあ面白さでもあったりするんかなというところで、本日の流れとしてはですね、まあまずは着用していって、まあ、シルエットがどんな感じなのかと、そもそもまあボワッと着たいっていう人もいてれば、いやすっきり着たいねっていう方もいらっしゃると思いますのでね、まあそういうシルエットを見ていこうじゃないかというのと、あとダウンジャケットって1日着てるじゃないですか。寒いからずっと着てるじゃないですか。それその時に疲れるのってやっぱダメだよねと。で、疲れにくいダウンジャケットでもあるんですよね、この中で。まあそれどれですのという話して、その次にやったサイズ感、最初言ったみたいに XL から L、M って同じブランドにちゃいますよねと、そもそも あの作りがね違うっていうか、用途が違うからね、まあ、ちゃうんですけど、まあそういうところ言って、次は注意点。結構これは僕だけじゃなくて、そのレビューとかでも多かった注意点っていうのがあるんですよ。だからね、あ、こんなとこ注意してるんですね、僕も気づかんとこもあったりしたんで、まあお話をしていって、で最後にはどんな天候の時に着れますかと、で逆にこのダウンジャケットは全部着れますよなんていう話をしてね、終わりたいなと思いますので、まずは着用していきましょう。まずは3兄弟の一番年上サザエさんの方から着ていきましょうか。わかりやすくですね、半袖に着替えました。半袖でダウンジャケット着ていくということで、着ていくとですね、こちらが XL サイズを着用してるんですね。で、僕普段は L サイズが多いんですよ。だからまあ L がベースなんで、あんまり XL って着ることないんですけども、このノップシに関してはですね、それこそ2017年ぐらいからちょっとすっきりめになったんですよね。昔のノップシって、これほんまに1990年代のノップシで結構ボカーンってなってね、アメリカみたいな感じのノップシが多かったじゃないですか。で、そこから結構すっきりしたね、シルエットになってるっていうことで、まあ、ワンサイズぐらいね、上げても全然着れるようなサイズ感になってます。なんやったらまあ今僕ね、 T シャツ1枚やからね、全然これでいいんやけども、まあ、さっきみたいにパーカー着ようとかって思ったりしたらね、まあ、ワンサイズ上上げても、まあ、そんな着膨れせえへんというか、結構スタイリッシュに着れるっていうのがこのヌプシの特徴になってるんですね。でもこのヌプシのね、意外な注意点っていうのも後で言うんですけどね、僕気づかんかったけど、あ、そういうのもあるんやと思ったんでね、まあ、そんなお話をしていきたいなと思いますので、次はね、カツオくんに行きたいなと思います。カツオくんことこちらバルトロライトジャケットね、まあ、こちらのシルエットはどうなのという前にパッと見るからにごつそうですよね。あらら、まだ着てないからね、タグがついておりましたわ。もうこれオーダーしたやつだからね、返品もできひんのよ、こんなタグつけたままにしてても。シルエットはね、いかがでしょうか。結構ちょっと、まあ、着膨れしてるというよりかは、まあちょっと大きめな感じに見えるかもしれません。これサイズは L サイズです。っていうのも、特にまあ腕とかかな、やっぱりパンパンな感じ、こんな僕腕ないですよ、もっとこれ半分ぐらいの腕しかないキャシャーな腕してるんですけど、やっぱりちょっとこうボコッとでかいかなという印象はありますね。で、これ一応オーダーはしてるんですけど、サイズはね全く一致ないので、これはまあ L サイズのサイズになります。ちょっとカラーだけね変えたりはしてるんですけど、あ、ちなみにこのカラー変えた動画でえらい好評いただいておりましたが、ありがとうございます。あの、適当にね、その時の気分で選んだんですけども、意外とこの色好評やったということで、めっちゃいいっすね言うてもらったんですけど、まあ、こんだけ服いっぱい買ってたら配色もそれ気に入る配色ありますよね。では次はワカメちゃんに行きましょう。ワカメちゃんはこちらですね、マウンテンダウンジャケットっていうダウンジャケットで、これが M サイズです。なんかサイズが一番これちっちゃいかな。着用していくと、これはどっちかって言ったら、まあ、もちろん大きいのはそうやねんけども、こうダウン
で着膨れしてるというよりかはそもそもこうマウンテンパーカーにこう近いよねっていうような印象はありますよね。だからそもそもの企画がちょっとゆったりしてるんかななんていうイメージがあると思うんですけど、まあ、こういったね印象が着用した様子になってるかなと思います。はい、ではですね、まあ、そうやってシルエットの方を見てもらったかなと思うので、どういう風にね着たいかっていうのがね大体イメージがついたかなと思います。で次はねどういう風にして疲れていくか、1日着てね疲れるの実際どれですかと、僕もう全部ね着たことあるんでね、どれが一番疲れるんかっていう話をしていこうと思うんですが、やっぱりね一番疲れるのはこちらのワカメちゃんです。でなんでワカメちゃんが疲れるんかというとですね、単純に重さが重いっていうのは理由として1個あります。でそれ以外にもねこう生地がねこう頑丈なんですよ。で頑丈ってもちろんいいねんけども、頑丈がゆえにこう硬さがあるんですよね。だからこう着ててなんていうの、羽毛布団に包まれてるっていう感じではないんですよ。あ、ちゃんとジャケット着てるなっていうような感じがあるので、そういう意味ではね、これ以上重いダウンジャケットっていっぱいあるんですけども、これがもうマックスかなと。これ以上重くなっていたら疲れる、ほんまただただ疲れるだけやから、僕がね1日着ててね、着れるんかなっていうのがねこれぐらいの重さになってます。一応重さで言うと1キロ以上はねあったと思うんですけども、そういったね、重さになってて、次に疲れるかなっていうのは順番です。このバルトロの方がね 900g ぐらいあるので、布団にね包まれてる感じはありますよ。こう寝る時の布団に包まれるので、幸せじゃないですか。1日疲れる、今日も疲れたなってなるけど、布団にパッて包まれて、気持ちいいってなるじゃないですか。あれを味わえるのは、この辺はねバルトロ味わえると思いますが、一応 900g で、対してこっちのヌプシの方はもうちょっと軽いんですよ。確か600ぐらいでねあったと思うので、ほんまにこう綿だけのね重さというか、もう生地もやっぱ薄いからね、綿だけのねこう体感を感じれるって言ったら、ヌプシになってくるんかなと思うので、どうしてもね、僕もそうなんですけど、必然的にね年取ってくるとかっこいいダウンジャケットとかかっこいい見た目とかよりも着やすさとか着心地とか、多分そっちをね結構重視して勝手に取っちゃうんですよ。で若い頃はそれこそね、もう着心地悪くてもかっこよかったらそれでええねんとかって着とったけども、やっぱ年々ね30超えてくるとね、そんなことよりもどっちかって言ったらこう着やすいとか着ててね心地がいいとかね、そういうところをちょっと重視したくなるじゃないですか。ってなったら、ヌプシが一番着やすいと思います。で順番にこう着心地がね、ちょっと悪くなるって言ったら語弊あるけども、一番着やすいのは何って言ったら、ヌプシがね着やすくなってくるんかなっていうのは、重さでも分かりますよね。そしてねサイズのね注意点をお話ししていこうと思うんですけど、サイズがねどういうサイズ選んでいくのっていうことなんですが、普段ね選ばれてるサイズってあるじゃないですか。例えば M やったら M やし、 L やったら L やし、 XL やったら XL ってあると思うんですけど、そのベースのまま行くんやったらバルトロやと思うんです。ほんまに普段着てるサイズで行くっていうんやったらもうバルトロが適正サイズだと思うんですけど、このね僕今着てるねマウンテンダウン、要はワカメちゃん買う時とか気ぃつけた方がいいのが、あんまり普段のサイズで買っちゃうとちょっと大きいかもしれんっていうか、もともとマウンテンパーカーをベースに作られてるから、どうしてもこう中を着込むことが考えられてたりだとか、こういろんなところに、ね、隙間がちょっと余ってくるんですよ。なのでサイズ感的にはもしかしたらワンサイズ落としてもねこれはいいかもしれませんね。でヌプシの方もね、普段のサイズでも全然問題ないんですよ。だから L 着てはるには多分全然 L でも問題ないと思うし、逆にね、僕みたいに上げる、ワンサイズ上げるっていうのもね、ありはありやと思うんですけど、上げてもワンサイズまでやと思います。ツーサイズも上げるとねちょっとスレッド崩れてくるし本力下がるからね、ワンサイズぐらいやったら全然問題ないんかなと思うし、サイズ感はねどっちでもいけると思います、ヌプシに関しては。でバルトロはね上げるとね次ねもっと着膨れするんでしょ。だからもっとシルエットがこうだらしないというかこう大きくなっちゃうんでね、ちょっと次はコーディネートが難しくなってくるか、パンツ何合わせようかなっていうのが難しくなるじゃないですか。細いパンツやったらね上だけロックマンみたいにごつなってくるしね、次は太いパンツ履いたらね昔のねB ボーイスタイルみたいになるじゃないですか。今もB ボーイなんかいてませんよと、なかなかどこ見回してもバンダナ頭巻いてませんよと思うかもしれんけども、僕らの時代は当たりましたよね。エアーホース履いてブカブカのデニム履いて、バンダナ頭巻いてやってましたよね。サングラスかけて、そういうスタイルに憧れてる方やったらバルトロも上げてもいいけど、ほとんどの人はね適正サイズでバルトロはええと思います。ではねそれぞれの注意点、これ僕が感じた注意点でもあるし視聴者の方がね感じた注意点っていうのもありますので、そういうところをねお話ししていこうと思うんですが、それ気になるよねと、何が注意点なのと、俺買おうと思ってんけどどういう注意点あれだとちょっと変わるよと、話変わってきますよと、今までやったらヌプシがいいなと思ってたけども、そんな注意点あれだとちょっと違うやつにしようかななんて思うじゃないですか。だからお前早言えっていう感じだと思いますので、今から早く言いますけども、ヌプシやったらじゃあ何が注意点なのかというとですね、実はですけどもこれパッて見てもらって分かりますって言って多分皆さん分からないと思うんですよ。で何が分からへんのって言うと、僕も分からないんですけども、この柄は大丈夫っていうのも、何が大丈夫かっていうと、実はねこれ明るめの色ってヌプシあるんですよ。これ迷彩でしょ、黄色っていうのもあるんですね、真っ黄色もあるんですよ。それをするとね中の綿が若干見えるらしいんですよ。ほえーっとね、黄色買いたいなって思ってはる方もいらっしゃると思うし、なんやったら僕もねこれ買うとき最初黄色買おうと思ってたんですよ。で実はその黄色の落とし穴っていうのがこの中の綿が見えますと。でダウンってね黒い綿も若干あったりするんですよ。正式に言うと黒じゃなくてグレーやねんけども、それがね中からこう透けてたりするとねちょっと安っぽく見えたりゴミっぽく見えるじゃないですか。だけどねダウンでねグ
グレーの綿って全然悪くもなんともなくてね、ただの色違いなんですよ。白かグレーかどっちかやねんけども、まあそんながね、入ってたりするっていうことで、あえてねホワイトだけ入れるとかもできたりはするんやけども、それするとねコストバカ上がりするからね、こんな3枚とかでよう出ないんですよ。だからまあ黄色とかちょっと明るめの色、特に透けやすい色をやるときとかっていうのは注意かなと思います。なのでね、それぐらいやっぱ薄いんですよ。だから薄いってことはそんな着心地もいいしね、なんていうのかな、ゴワゴワしづらいっていうか、まあそういうところがねメリットでもあんねんけども、まあ色を間違えるというか、色に注意しとかんと、まあ、個体差があるから、黄色全部っていうことじゃなくて、あこの黄色は大丈夫やけど、あっちの黄色は思いっきりこう透けてましたよねとかっていうのがありますので、それはね僕は気づかへんかったけど、こういうカモはね全然逆に分かりづらくなってるでしょ。これ迷彩になってるから余計分かりづらいから、大丈夫かなと思うんですけど、その辺注意点かなと思います。だから専用的な注意点はあんまないんやけども、まあ、ちょっとその色がね透けるっていうのがありました。で次対してバルトロは何の注意点があるのというと、これはね特にございませんでした。だから結構満足度は高いっていうところかなっていうのもあると思うし、でも逆にこうデメリットがないがゆえに、なんていうのな、こう完璧すぎて熱いっていう人もいてはるんですよ。だからそれはね、まあ人によるかなと思うんですけど、こういうね例えば首の部分のカラーの部分にもダウンが入ってたりするってことで、もうマフラーがいらん仕様になってるし、さらにこの首のとこもね高く設定されてるから、もう絶対首守ってくれるよねっていうのが、逆に都会じゃ暑いんよと。だから手放しましたっていう人もいてるんだけど、完璧すぎて手放すっていう方もいらっしゃったりするので、まあその辺がね、まあメリットなんかデメリットなんかちょっとようわからんねんけども、そういう話があったと。で対して最後のマウンテンダウンはどういう、まあ、注意点があるんかっていうと、これね僕のダウンジャケットがねまさにそうなんですけど、これパッてね見とってね、このヌプシの方はねあモコモコしてるの分かりますよね。でバルトロもねモコモコしてるの分かりますよね。けどこれマウンテンダウンってね、外から見たらねあんまりダウン感出ないじゃないですか。でこの中の方にねこうダウン感が分かるんですよ。あなるほどなと、中からこうやったら分かんのねっていうのが分かると思うんですが、これ注意してくださいよ。こんだけね生地が丈夫やったら外から出ないんですよ。だから要は中綿っていうか、この羽がね出てこないんですよ全く。だから良かったじゃないのと思ったら、その分内側に来るんですね、刺してきよる、ね、だからねこんな感じでねもう綿出てるの分かります？綿出てるでしょ。でこれが僕何箇所かもあるんですよ、まあ、この辺とかもねちょっと綿出てたりするんやけども、これはねマウンテンダウンのねちょっとしたデメリットだと思います。やっぱ外がねこうしっかりがっつり防いじゃってるじゃないですか。で内側の生地が柔らかいからね、やっぱこっちにどうしてもこう刺してきよるんですよね。特にニットとか着てる時、こうマウンテンダウン着ました、でどっか行きました、で友達とね喋ったりとかしてね、友達に入ってあお邪魔しますって、お前いいのかってなんか、そういう子供できたもんななんていう話して脱ごうと思ったらですね、ここにもう綿いっぱいついたりする時もあるんですよ。これはマウンテンダウンの、まあ、特性上仕方ないというか、外にこう最高級のゴアテックスを使うがゆえに中がちょっと弱くなってると。でそれもねパーテックスっていうのでねカバーしてるっちゃカバーしてるんやけど もうこれで破れてきたらもう仕方ないんですよ。もうダウンは破れ、生地突っ切ってくるもんやからね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんやけども、じゃあそういう時どうすんのっていうと、まあ、僕ようやってますけど、こうやってね折るしかない。で折ってこれ以上の、羽が出てくるのをもう防ぐしかないというのがね、まあ、僕の対策やなと思ってやってますので、この辺がちょっと注意になってくるかなと思います。では最後、どんな天候の時に着れるんですかというと、これ実はヌプシはね結構限られてるんですよ天候が。でなんでっていうとね、例えばこうやってね雨が降ってくるじゃないですか。で雨が降ってきたりしたらね、それは今は弾いてくれてるからいいですよ。でもこの弾くっていうのもある一定でね、もうびしょびしょになったらね、もう浸透してきるんですわ。ほんなら中がダイレクトにダウンやからね、ペタペタなんて保温力全くなくなるんですよ。だからもう晴れの日しか着れないというか、意外とね天候ちょっとこれ考えなあかんっていうところで、まあ車とか乗ってはるだけやったらね全然いいかなと思うんですけども、ずっと一日外おるとかやったらね、あんまり実はこれ向いてないダウンジャケットやったりするんですよね。で対してこのバルトロの方はもうちょっといろんな天候に行きます。だ大雨以外は全部いける。風とかもね、どんなに風が吹いてても全く風感じひんし、それでいて小雨はね全然問題ありません。だからそういうところで言うと、ヌプシよりかは天候を選びません。いろんな天候カバーできるよっていうことで、まあ、それがバルトロでしょう。でもう一個上、もうマジで嵐でも OK よというのがこちらのマウンテンダウンなんですよ。もうこれは嵐が来ようが何が来ようが、一生この防水機能が落ちることはない。穴が開かん限り、穴で終わりですよ。でも穴開かん限り、もうどんな何十年おじいさんになろうが、僕がもう白髪なってね、はい本日はですね言ってたとしても、もうこのマウンテンダウンはもう40年前に買ったやつですけど、まだ防水ですね言うてずっと防水になってるんですよ。だからまあそういうところで天候ね、あとはどこまで選ぶかっていうところやと思います。でまあ人によったらね、まあ、ここまで全部カバーしたいっていうこと方はね、マウンテンダウンまで行った方がいいやろうけども、いやいやヌプシでいいよと。でちょっと雨とか降る時とかね、正直俺外出えへんし、もし外出るんやったらマウンテンパーカー着るわと、まあ、そういう風にね
その日の、気温とか見ながら考えはるっていう方もね、まあ、そういうやり方もできたりするんかなっていうところで、まあくまでこんな感じなのになっていうのがね、まあ、僕が使ってみた感想というかいうのをねお話しさせていただきました。だから、まあ、もしかしてこれ見ていただいたらね、思いが決まったかもしれん。やっぱヌプシって思ったけどちゃうかったなってなるかもしれんし、いやバルトって思ったけどちゃうかったかなってなるかもしれんし、いや余計迷ったわってなるかもしれんけどね、まあまあそんなところでね、あれあーでもないこうでもないって言いながらね、まあ、今日終わっていきたいなと思いますので、本日はですねノースフェイスのダウンはどれがいいのかというお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。